ただいまより平成25年6月の学長定例記者会見を開催いたします。本日はテレビ会議システムにより東千田キャンパスの方に同時配信をしております。東千田キャンパス聞こえますでしょうか。聞こえます、どうぞ。はい、よろしくお願いします。まずお手元の資料についてご確認をお願いいたします。本日お配りしているのはまず国立大学の機能強化と題する A4 の両面2枚もの、次に発表事項1から4で、お知らせ資料1から7です。不備がございましたらお知らせください。本日の進行についてご説明をいたします。まずレジュメの初めにありますように、国立大学協会が5月2日に取りまとめた国立大学改革の基本的考え方についてに示されている国立大学が今後強化すべき機能、役割、課題に対する本学の取り組みを今後学長定例記者会見において積極的に情報発信するということをご説明いたします。その後発表事項1、3、4とご説明をし、最後に発表事項2をご説明をいたします。質疑応答の時間はこの説明の後11時20分頃から用意をしております。本日の会見は以上の内容を11時45分頃に終了する予定です。なお、お知らせ資料につきましては特にご説明はいたしませんので、資料の方をご覧ください。それでは浅原学長よりご説明をいたします。はい、よろしくお願いします。昨今日本の社会も閉塞はちょっとあるようで、大きな理由は日本の企業の国際競争力が低下しているのではないかということを言われています。私、世界を見てみると、ユーロもなかなか難しい、ユーロじゃない、EU もなかなか難しい状況の中で、中国も課題を抱えていますし、アメリカはアメリカで、それなりにまた課題を抱えているということで、世界的に、いろんな課題が山積しているような状況の中だと思います。しかし企業の国際競争力の低下というのを、改善するためには、課題解決するためには、大学の研究力を強化しなくてはいけないということが言われています。同時に人材の育成も合わせてですね、日本の、そういう社会背景の中で、私立大学も公立大学もそうなんですが、特に公立大学というのは、国の税金をかなり投与して運営していますので、国立大学の果たす役割というのをもう少し再認識して機能強化ということに取り組んでまいりました。一番最近では23年6月22日にお手元の資料にありますように、国立大学の機能強化、国民への約束という形でまとめています。またその後、国立大学改革の基本的考え方について国立大学の事実的な機能強化を目指してということで、本年の5月2日にまとめ公表しております。国立大学は実習事実的に我が国の成長と発展の原動力として教育研究社会貢献機能の抜本的な強化を図るという形で、発信しております。一番めくっていただきまして、国立大学改革の基本的な考え方というのがありまして、その下に公共的役割の再確認というのがあります。これは、3つ目の丸にありますように、国立大学が果たす役割について我が国の将来を大きく左右する重要な役割を担うことを国民から付託されており、そのために公共的投資が行っているわけですけど、教育や研究が社会に与える便益の質を常に自律的に高めながら再び応えていくことが存在意義であるという。ただ、この公的財政投資というのはですね、つい先般も新聞報道等でありましたように、EU 諸国の中でも先進国の中でも最下位ですよね。 3.6% ですかね。 EU 平均、先進国平均で 5% スウェーデンなんかはもう 7% 高いのに、中でもですね、日本のそういう教育の中で実は家庭負担が非常に大きいんですね。それが大きな問題で、家庭の大きな負担によってなんとか教育を支えていく
今後強化すべき機能役割課題について3ページに示しております。4つの機能と3つの組織形態、4つの機能というのは教育機能、研究機能、この2つは特にグローバルリーダーの育成とか、研究型大学の整備、研究拠点の強化、そして若手研究者、女性研究者の環境整備、登用を積極的に取り組むと。で、大学病院機能、これは地域医療になっている、国立大学病院が、患者病院と連携してさらに、高齢化社会が進んでいく地域の機能を、地域医療の機能をきちんと担保するということですね。次に地面に地域中核機能先ほどの、医療についても端的に示されていますように、地域におけるシンクタンク機能として、機能しなくてはならないということをまとめています。大学3つのタイプは総合大学、単科系大学、大学院大学というふうになっていますが、この3つの大学も単科系大学と総合大学は分けることはできるかもしれませんけど、きれいに分けることができるわけではなくて、またそれぞれに大学院もありますが、大学院だけの大学もあります。奈良先端とかですね、福井先端とかですね、そういうものの機能をどういうふうにしていけばいいのかについての検討した結果がちょっと書いてございますので、ご参考いただきたいと思います。このように私がここで話をさせていただく目的は、国立大学はこういうふうに取り組んでいるということを一人でも多くの方に知っていただきたいと、またそしてその取り組みがもし問題があればですね、しっかり指摘していただいて、何度も申しますけど、未付交付金などの公的財政支援を受けている役割を果たすためにですね、改めるべきは改めていかなくてはいけないというふうに考えていますので、今日発表させていただくことになりました。次が発表事項の1番目ですけど、広島大学オープンキャンパスの開催について、毎年大学で学ぶこと、あるいは広島大学で、に進学したいという、高校生対象にオープンキャンパスを開いています。本年も8月7日と9日2日間にわたって、各学部あるいは大学全体の説明をする機会を設けております。毎年多くの参加をいただいていまして、昨年度、約3万延べ3万人以上というような、大変たくさんの生徒がこのキャンパスで、あるいは霞キャンパスに来ておられます。彼らがその大学で学ぶことの中身というのを少しでも早く知って、高校の教育に生かしていただきたいという思いで、さまざまな大学の研究室、模擬事業、あるいはプログラムの中身とか、入試とか奨学金とか、留学就職支援などの個別審査の相談も受けております。もちろん私立大学ではすごく多くの学生が集まるところがありますけど、国立大学では東北大学が一番多いんですね、実は。その次は広島大学なんですよ。結構たくさん来ていただいています。次に冒頭で紹介しました2はちょっと最後に出しまして、3番4番、これは同じような事業なんですけど、一つはこの同じ広島大学地域連携推進事業の25年度の採択プロジェクトについて、このプロジェクトはもう一回申し上げますけど、地域から提案された課題、それに大学の学生や研究者がリスポンスする形でこの事業を開始し進めてまいりました。今年度はリベンにありますタイプ A 研究協力型というのに、神石高原町まちづくり推進課未来戦略室と生物健康研究課が一緒になって、代謝不況、人流湖の水質悪化原因の究明と改善剤適用による改善ということになっています。タイプ B は地域協働型というので、これは非特定非営利活動法人 NPO ですね、
廿日市市障害者福祉協会と医学部保健学科の作業療法学専攻の4年生のエグサ君が一緒になって宮島口宮島地区の福島ガイドバンクの検討ということで、採択をいたしました。まあ、中身についてまたご質問があればお答えいたしますので、これは平成14年の地域貢献研究から始めまして今年で12年目になります。4番目がこの24年度 の、 この広島大学地域連携推進事業の成果発表会を4月11日に計画しています。まあ、このように公募して採択した事業については、まあ、公募したという性格上、まあ、その多くの方に少しでも期待してもらうために成果発表会を開催しております。お手元にありますように成果発表の 1,2,3,4 の順にその中身についてはここに書いてあるもので発表会を開催いたしますので、関心があればご参照いただければと思います。最後に2番目の広島大学附属東雲小中学校が教育課程研究指定校事業など3つの研究指定事業に採択されました。1つは附属東雲小学校の教育課程研究指定校の事業で、共生社会を担う子どもを育てる ESE の創造ということで、2つ目がインクルーシブ教育システム構築モデル事業、モデルスクール、それから中学校の方が東雲附属 中学校の方が、中学校特別支援学級における社会的職業的自立を目指した生活力を育成するためのカリキュラムの研究開始ということであります。まあ、このように広島大学は附属高校を持っていますけど、附属高校ではですね、もちろん教員の養成の研修実習場所でもありますけれども、まあ、教育の試験的な研究も行っています。そういうものを評価してもらって、まあ、こういう事業を推進するということで、この2番目 の、 3つの研究指定事業の中身につきましては担当者が来ていますので、もし必要があればお聞きいただければご説明できると思います。よろしいですかね。それではここから質疑応答の時間とさせていただきます。ご質問の際には挙手の上こちらからのご指名をお待ちください。またご質問の前には社名とお名前をおっしゃっていただきますようお願いいたします。それではご質問のある方挙手を。